原石が147個、これじゃあガチャが引けないから、この結晶技術から購入できますよと。え、どれぐらい買おうかな。こんばんは、サンゴです。今回はナヒーダちゃんを引いていきたいと思います。本当は引くつもりなくて、ナヒーダちゃんいいなー、でも使いこなせないだろうなーっていうことを前回の動画で話したんですけど、そしたら別に使いこなせなくてもいいんだよと、ナヒーダちゃん強いから絶対引いた方がいいですよとみんなが言ってくれたので引きたいと思います。行け、これで出たらめっちゃ嬉しい。くっ、ドリーダー20連目来い。くっ、忍さんや星4武器だ。あー、なんかこれ知ってるわ。持ってた気がする。30連目。あー、ノマタドリーちゃんだ。40連目。来い来い。あれー、おかしいなー。50連目。くそ。3つあるんで、ちょっと3回ずついきます。はい、来ません。はい、来ません。はい、来ません。そしたらですね、スター交換っていうところの、はい、こちらですね。ここからまた、はい、買いましょうかっていう感じですね。はぁ、来い、ナヒーダちゃん、来い。あー、来た。頼む、すり抜けないで。頼む、すり抜けないで。やったーやったー、よかった、マジですり抜けなかったー。あー怖い、あー怖い、もう神里彩香の時の恐怖が蘇ってきたわ。よしよしよし、じゃあじゃあじゃあ草パーティー作ろう。草パーティー、よー、これでいきましょう。私の草原草パーティー、チーム名は草へーかわいい、かわいいな、やば、ドアップのヒーダちゃんの破壊力やば。あら、ありがとう、ありがとう、マジで神か、お前は、お前は神か。大丈夫です、目線そのままでお願いします。はい、右側角度も、はい、目線そのままでお願いします。はい、育てよ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 。草元素パーティー、育てなきゃいけない人3人もいるんだよ。来年さもアルハイゼン、ナヒーダちゃんと、まあ、ただナヒーダちゃんを優先的に育てましょう。一番ちょっとレベルが低いので、まずレベルアップさ、あ、すごいすごいすごい、ナヒーダちゃん、ちょっと待って、なんかさ、ボイス聞いてみない？私、ナヒちゃんのことあんま知らないから、ちょっと、初めましてから行く？私の知識と、あなたの見識を交換しない？え、待って、この声さ、ナヒーダちゃんってさ、あれじゃない？なんだっけ？クラクサナリデビだ。早く雨宿りしましょう。じゃないと、頭にキノコが生えるわよ。頭にキノコが生えるだって。かわいい。さあ、育成しましょう。まずレベルを上げますと。ナヒーダちゃんおそらくスメールでしょ？スメールの子でしょ？私突破素材とかあるんかな？あ、でもいける。あー、まず第、あ、そうか。あれだ。お試しやったからか。まず第一段階突破して、で、さらにレベルアップさせて、さらに突破ができないんですね。これが、無双の草。無双の草。カルパラタレン。スメールの山で最初。なるほど、なるほど。武器がね、確か祭礼の断片じゃなかった。ナヒーダちゃんおすすめ。私は祭礼の断片をちゃんと持っているはず。これだ。で、これ強化させます。それと生物は、ナヒーダちゃんの生物は、森林の記憶、これは私、一個も持ってない予感。持ってないな。スメールの秘境かな。ナヒーダちゃんは元素熟知をめっちゃ上げるといいらしい。元素熟知1000を目指すことを最優先しようって書いてある。なるほど。とりあえずじゃあ、なんだっけ、森林は持ってないから、それ以外で元素熟知上がる系のやつにしよう。元素熟知、元素熟知。これだ。15。あ、これにしよう。よし、じゃあ、無双の草。やばい、私まだ出会ってないんじゃない？調べよう。無双の草。わー、なんか、砂漠です。砂漠ですね。この辺かなと思うんだけど、一旦ここ行ってみるか。やばい、こっから忙しいぞ。アルハイゼン育てて、ライデンサバ育てて、ナヒーダちゃん育ててって、大変だぞ。あ、なんか封印されてるやつおる。なんでこう封印されてんだ？炎元素使えばこの封印解けるらしいわ。ちょっと一旦ナヒーダちゃん使って戦ってみよう。なんかとりあえずナヒーダちゃんのスキルは敵が出てきたらすぐ使った方がいいっていう情報だけは知っているんだけど、その後どうしたらいいかがわからん。でもおそらく雷と草の相性はいいはず。ナヒーダちゃんで攻撃。2桁。3桁。やっぱさ、草元素パーティーヒーラー欲しいな。イエランとかヒーラーの水元素に変えるか。ここなんだ、こっち敵、あ、これ敵のアジトじゃん。あ、なにこれ、エネルギー抽出装置。部屋の中で制御鍵を見つけて停止させる必要があります。そんなことしてる暇ないんだけど。あー、ナヒーちゃん、ヒーラー入れてないパーティーってどうしてんだろう。みんな毎回アイテムで回復してんのかな。それか敵と倒すごとに七天神像に帰ってんのかな。おえー、すごーい、綺麗、幻想的だよね、ほんとスメール。うわー、音楽めっちゃいいかも、ここ。あ、なんかこれさ、稲妻やるとより飛べるって言われたんです。
本当により飛べたわ。やばいやばいやばい、痛い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 、やばい、アルハイズ、あーやばいやばいやばい、強いな、敵が強いのにうちのチーム弱い人ばっかだからな。オッケー、ちょっと一旦アルハイゼン引かせてナナちゃん入れます。頼む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 、ここまで来て落ちるのは絶対やだ。うわー、危ねー。さあ登った先には何が待ち構えているのでしょうか。特に何も待ち構えていません。おーおー、砂漠です、砂漠です、私砂漠にたどり着きました。わーすごい綺麗、めっちゃすごいね、超なんか本格的な砂漠。さあ解放しよう、七天神像。おー解放されました。あ、こいつだ、無双の草いました。え、これ足跡つく、あーかわいい、わーかわいい、わーなんだあれ、すごくないあれ、何マジで、めっちゃ強いボスいそう、すごいなマジ、砂漠ってか広いしさ、景色やば。よし、無双の風は雷と炎がいいらしいので、これでいこう。来たー、無双の風強いかな、強いのかな、挑戦。こーなんだその攻撃は、おーっとどれ、本体これか、なんだなんだなんだ、よくわかんない、おい、このくるまれてる時多分攻撃食らわないわ。うわー頼む、動かないで、あー動かないで、くそ。草元素の治療をなんとかかで活性化しって、なになになにそれ、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 わかんない、わめっちゃ回復された、なんとかかって、なになんとかかって、おりゃーチャンス、草元素で治療の、草元素でって、草元素いないんだけど草元素持ってこなくていいんじゃないんですか。ネットで調べましたよ私ちゃんと。やばい、これもしかしたら永遠ループあれやらない限り終わんないのかな。おい貴様貴様ずるいぞ、諦めよう。うわーやばい、ちゃんとネットに書いてあった、無双の草の浄化には必須だって、草元素書いてあった、見てなかった。浄化には治療の草芯に草元素を与えると活性化し通常状態となり持続的に浄化が可能です。よし今度こそ、今度こそ倒してやる。さあリベンジマッチ、向こうか向こうか、今使う必要はない、今使う必要はないんだ、来たここチャンス、ウォリアー今のうちに与えられるダメージを与えまくれー、うえーい、よっしゃ来た来たよ、ここ、これでこいつを攻撃、オッケー、あでここ雷元素、雷元素、雷元素使って、でこれ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 で真ん中攻撃、えこれだこれで真ん中攻撃、えこれ合ってますやり方、行くぞ、逃げ道はあります、あやった、あよかったよかったよかった、倒した倒した、わーやっと取れた、これそしたらこれだ、カルパラタレン取りに行こう、あこれこれだ、あああ違う、こんなに頑張らなくていいんだよ、ツイッターで教えてもらった、ナヒーダちゃんはこうやってやって、こうするとアイテム取れるらしいの、ほーらやば便利すぎ、だからこんな取りにくいとこに生えてんのか、めっちゃいいじゃん、うちの子マジできる子、さあこれでナヒーダちゃん突破いける、よしお願いします、オッケー、次の突破も、おーっといっぱいある、テンプあげよう、ナヒーダちゃんテンプは、あーなるほどスキルが優先か、よしオッケー、よしじゃあそしたらとりあえず武器の強化素材取りに行こう、こここそまさにナヒーダちゃんを連れてくるべき場所だったのに、私神里彩香パーティーで来てしまった、クソミスった、何のために私は草元素パーティーを作ったんだ、イエランを引かせてここでナヒーダちゃんを持っていく、ナヒーダちゃんのウルトの効果がいまいちわかんないんだけど、でもなんか多分ナヒーダちゃん自身が強くなる効果じゃなかったっけ、確かそんな感じだったような気がする、来たな水浴びすよ、こっちにはなんとナヒーダちゃんがいるんです、残念でした、ほら簡単に壊れた、よっしゃー強化素材がない、はいということで今回はこの辺にしたいと思います、今後も生物厳選や育成やっていきたいと思います、あとアルハイゼンとライデン将軍の育成もやっていきます、ということでまた次回の動画で、さよなら。